こんにちは。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保です。はい、今日はですねアナフィラキシーショックについてちょっとお話ししたいと思います。アナフィラキシーショックって聞いたことある人もいるし、なんだそらって思う人もいると思うので、ちょっと簡単に説明しますと、アレルギー症状の、そうですね、強い版って言ったら分かりやすいと思うんです。体にね、こう入ってきたものに対して、過度なね、花粉症なんかも体に入ってきたものに対しての反応ですけども、それよりも、もう数段強い反応をしてしまうものなんですね。で、体の至るところが腫れてしまったりとか、中には喉の奥が腫れて、呼吸困難に陥って、病院に運ばれるとか、そういうね、結構ちょっと重い、ね、症状がバンと出てしまうことがあるんですけども、それがアナフィラキシーショックというものなんですね。で、花粉症もですね、例は少ないんですけども、アナフィラキシーショックになってしまう方がいらっしゃるんですね。今まで春の花粉症だけだったのが、例えば引っ越しをされてね、秋の例えば豚草があるね、結構生い茂ってるところに引っ越しちゃったという時なんかに、知らず知らずにそこを通ってね、秋にで、ね、そこを通って豚草の花粉がすごい舞ってるところに行っちゃってね、それをもう大量じゃなくても吸い込んでしまうことによって、急激にね反応が出てしまうっていうねケースがね少しですけどあるんですね。それでもうなんか救急車で運ばれちゃったみたいな、それで検査したら何でもなかったと、あ、でこれは花粉症だったっていうのが分かったっていうケースがあるんですね。で、なのでね、ちょっとね、やっぱ例は少ないのでそんなに恐れる必要はないんですけども、そういう可能性っていうのがありますのでね、急に出てきてしまう、もうそれでもう今までは鼻がぐずぐずとか目がかゆいぐらいのものだっただけなのに、もうなんか息苦しくなって、もうなんか倒れてしまったみたいなことっていうのが起こり得ますのでね、ちょっとねそういう知識だけでもね、持っていただけたらなと思って今日はこの動画を作ってみました。はい、まあそれで結論としてはやっぱ花粉症を治せばそういうことはなくなりますので、治しましょうと、もう治してくださいっていうのを私はもうね、それが一番伝えたいんですけどもね。はい、ですので、まあ今日はそんな感じでちょっとこれで終わりたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。たった5分であなたの免疫機能を復活させ花粉症改善に導くカウンセラーの大久保でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。